金本、ここでタイムリーヒットを放ちました。さあ、ツーアウト、ランナー一塁、バットを構えます今岡。先ほどの打席、内野フライに倒れています。見逃してストライク、ストライクを一つ取っています。さあ、2球目、低め落ちる球、これは外れてボール。さあ、第3球、ランナーセーフ。さあ、第3球、今のスイングは審判回っていないの判定です。タイガース、ここまでリードしています。低めいっぱい、この球には手を出しません。ツーストライク、ツーボール。5球目、うまく捉えた。タイガース、さらに差を広げました。今岡選手、うまく打ち返しましたね。これは打ったバッターを褒めないといけませんね。ナイスバッティングでした。ここでピッチャー交代のようです。今日はコテンパンでしたね。しばらく頭に残ると思いますけど、切り替えてマウンドに戻ってきてほしいですね。外語大出身のインテリピッチャー、スライダーで決める森長司、外れています。差は3点、このままリードを保って終盤を迎えたいところ。これはレフトへ、三塁側のスタンドに入ります。これは右中間はどうか、これで3アウト。5回を終了してタイガース、一気に3点のリードとしています。いいところで主導権を握りましたね。これを離さずに持っていくのが難しいんですけど、なんとかそうしてほしいですね。6回の表、3点差、追いかけるカープ。この回の攻撃は4番からの好打順です。バッターボックスに入ります。新井、この球には手を出しません。ワンストライク、ノーボール。さあ、第2球、投げた、低め、これも見逃しました。ツーナッシング。3球目、平凡の当たり、打球はショートへ、これはアウト。ここでワンアウト。さあ、ワンアウト、ランナーなし、バッターボックスは前田。ライトはどうか、入ったー、ホームラン。前田、ライトへの素晴らしいホームラン。甘く入った狙い球にきっちり合わせてきました。今、ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。この勢いで逆転に結びつけていけるか。相手を追い詰めるには絶好の一打でしたね。さあ、このままの勢いに乗って逆転まで行きたいところですよね。これは逃がした、ワンストライク。中盤で2点を追いかけます。いい当たり、ショートへのゴロ、これはアウト。さあ、ツーアウトになりました。
2アウトランナーなし。バッターは7番木村。今日はヒットがありません。アウトコース見逃してストライク。まずはストライクが1つ。2球目投げた。アウトコースへの変化球、これは大きく外れています。カウント1エンド1。アウトコースこれも外れてボール。1エンド2。2点差。1ストライク2ボール。当たりは今一つ。これで3アウト。6回の表を終了して前田、ある程度差を詰めておきたいところで見事にそれをやってのけました。いい働きですね。これで先がある程度計算できるんで大きかったと思いますよ。6回の裏タイガースの攻撃は矢野、7番からの打順です。真ん中低めいっぱい。まずは1球ストライクを取ってきました。さあ第2球、これはサードへのゴロ。一塁へ、これはアウト。まずは先頭バッターを打ち取りました。集中力を高めます。8番藤本、今日はヒットがありません。インコース低め、この球には手を出しません。低め見逃してストライク。さあ第3球、打った。打球はセンターへ、簡単に2アウト。さあ2アウトになりました。とここで代打でしょうか。フルスイングで爽快なライナーをかっ飛ばす町田浩二郎。さあ1球目、際どいコース外れています。2球目、インコース低め、これは逃がした。2点差。高く上がって掴んで3アウト。6回を終了して森、この回見事なピッチングで三者凡退、相手打線を退けています。調子良さそうですよね。この後はこのペースでどこまでいけるかだと思います。せっかくなんで最後までお期待して見ていきたいと思います。選手交代が今審判に告げられました。切れまくるスライダーで勝ちを呼び込め、ウィリアムス。7回の表カープの攻撃は石原、8番からの打順です。このイニング下位打線からですけど、しっかり点を取っていかないといけませんよ。これは見逃し。2球目、インコース低め、大きく外れてボール。さあ第3球、低め、これは逃がした。第4球、投げた。しっかりと抑えました。
選手交代が今審判に告げられました。どのカウントでも俺は負けない、野球の申し子、森笠茂。さあ初球センターへ、難なく取りました。これでツーアウト。さあバットを構えます尾形、先ほどの打席タイムリースリーベースを放っています。これは見逃し、ワンナッシング。平凡な当たり、ライトへ、ライト掴んでアウト。7回の表を終了して5対3、タイガース1番から始まる高打順でラッキーセブンを迎えます。ここからさらに突き放しにかかるんでしょうか、注目です。ここでピッチャーを変えてきます。カープ高速カーブでピンチを救う佐竹健太。佐竹7回のマウンドに向かっています。7回の裏タイガースの攻撃は赤星トップから始まります。ランバウンドヒット、さらにセカンドへ、セカンド回ってどうか、ツーベースヒット。ここはどういう球に狙いを絞ってくるのでしょうか。バッターボックス鳥谷、見逃してストライク、ワンストライクでノーボール。さあ2球目、高く上がって、これはアウト。ここでワンアウト。ここでクリーンナップに打順が回ります。バッターシーツ、初球は外してきました。ノーバン。2球目、アウトコース寄りの落ちる球、これは見逃し。内角低め、ボール球を振ってきた。7回の裏2点差、カウント2エンド1。当たりは今一つ、セカンドへ、あー一塁間に合うか、これで2アウト。お膳立ては整っています。あとは自分の仕事を果たすだけ。4番金本、見逃してストライク、ストライクを一つ取っています。第2球、低め落ちる球、これは見逃し、ツーストライク。うまく当てた、セカンドへのゴロ、余裕を持ってアウト。7回の裏、この回のタイガースランナーを1人残し無得点に終わっています。つながりが悪いですよね、ちょっともったいないと思いますよ。選手交代が今審判に告げられました。うなる剛速球、新たな神話が始まる。藤川球児、1球目投げた、三塁側のスタンドに入ります。8回の表、ストライクを1つ取っています。バッターよく選んでいます。カウント1エンド1。バッターは今日2番に入っている尾形。
アウトコース。この球には手を出しません。ツーワン。ピッチャーは藤川。これはいいボールだ。152キロストレート。打席には3番島。直球、この球には手を出しません。ワンストライク。外のストレート、これも見逃しました。ツーストライク。8回の表、ツーストライク、ノーボール。これは左に切れてファールボール。バッターボックスは今日3番に入っている島。これは速い、150キロ。バッターは4番新井。先ほどの打席、内野ゴロに倒れています。外角、この球には手を出しません。ワンストライク、ノーボール。さあ2球目、外寄りの落ちる球、見逃してストライク。ツーストライク。さあ3球目、バッター悔しそうにベンチへ戻ります。8回の表、この回のカープ3人で攻撃を終わっています。ここは好投と言っていいですよね。ナイスピッチングでした。8回の裏、タイガースの攻撃は今岡、5番からの打順です。これは見ました。ランナースイング。スクリュー、これも見逃しました。ピッチャー有利なカウント。これは懸命に下がって、これはアウト。ここも打ち取った。ワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番浜中。今日はヒットを2本放っています。初球は外してきました。さあ2球目、真ん中低めいっぱい、見逃してストライク。3球目、痛烈な当たり、打球はショートへ。これはアウト。危なげなくアウトをつなげています。バッターは7番矢野。さあ第1球、アウトコース。これは見ました。さあ第2球、スクリュー、これは大きく外れています。3球目、投げた。